小玉の谷に着いたよ。ここにパーシバルが。確かにガキンチョの興味を引きそうな場所だ。面倒かけやがって。あいつに何かあったら文句言われるのは俺なんだぞ。もう探すだけ無駄かもしれないよ。ああ、きっと今頃ナシエンスの餌食に。俺の姉さんにも。どうなってんだよ。何から何まで襲ってきやがって。これも全部ナシエンスの仕業だよ。あいつの妙な薬や実験が研究さ。とんでもねえ悪党だぜ。早いとこぶちのめさねえとパーシバルが。ナシエンス、そんな子じゃないの。誤解しないで。谷を救う前その頃からだよ。ナシエンスがおかしな実験。みんな違うの。どうなってるんだ。信じられない、谷が蘇った。うわすっきり。前にナシエンスに作った服もぴったり。僕たち谷がおかしくなったのはお前の薬のせいだと思い込んじゃって。本当にひどい態度を取っちゃった。俺に謝るくらいなら彼に礼を言ってください。オールド待って。その手を離しなさい。あなたは自分の家族を傷つけるつもりなの。姉さん、嘘だ嘘だ。なんで姉さんを。わめくなこぞ。ゾメ、さあオルド、己が罪を償うために谷を滅ぼすぞね。